バックサイドが終わったところから入ります。手を頭皮から離さずに頭を上げる準備に両手をセットしていきます。耳の後ろから上げていきます。指の先で耳の後ろのツボをシンメトリーに押していきましょう。そこから持ち上げ、手のひらでしっかり頭を支えながらネープを3箇所プッシュスライドを繰り返していきます。その後に、生え際からこのネープの土台があるここの位置が洗いにくいですので、お客様に手にしっかり重心、頭の体重を乗せていただいて、指で少し、特にカラーリングなどが入っている時にはここをしっかり落とさなければなりませんので、スライドを繰り返します。